おはよう。今日はもう10時45分過ぎたね。朝一の撮影はできませんでしたが、今までここに日が当たっていたんだよね。そして残留組。今日はこんな感じ。ちょっと薄め開いてるよ。もちろん起きた。今日は27日かな？12月27日、もう年の瀬。だいぶ遅くなりましたが、年賀状のね、図案を考えています。図案っていうか、まずキャラクター起こしですね。イノシシ。たくさんある干支の中から、イノシシ、絵になかなか難しいですね。最初はこんな風にスケッチをしてみて、それを、少しこう、なんていうのかな。短略化。し、そこから今度はキャラクターに持っていく。今年の年賀状に関しては、去年、もう数年年賀状って出してないんですけれども、我が家の場合は引っ越しがありましたので、引っ越しの告知っていうのも 実は3ヶ月経ってもまだしていません。4ヶ月か。9月からだからね。年賀状を兼ねて、それを告知にしようかっていうこともあり、今年はほんの少しですけどね、出すことにしました。で、母の場合ですね、年配の方対象なので、真面目なやつ。クロケン・マオイは、まあ、はっと気づいたら僕たちも年配なんですけども、まあ、友人関係にはおちゃらけでずっとやってますので、ちょっとキャラクター化したものみたいなのをちょっと考えています。今日、これから生放送に入りますが、生放送中もそんな話題をしながらですね、書いてみようかなと思います。最近ちょっと、生放送で絵を描くということも少し始めていますので、そうね、いろんな話をみんなとしながら、孤独じゃないね。はい、ということになります。はい、じゃんくん。